ファイナルファンタジー7リメイク実況のパート51です。チャプター14のクエスト召喚続きでございますと、まあ、2つ目っていうことで今チョコボの捜索をしているところですね。3匹いるうちの残り2匹探しに行きたいと思います。とりあえず、あちこちね走り回って探していきましょう。なんか広々したところとか奥まったところとかそういうところだよね。こういう時探してみるべき場所、主にゲームのセオリーってやつですけど、こっち側に行ってみよう。まあ、途中雑魚処理敵がいればこういうところでね、稼いでいきたいなと。すげえ操作しづらいけ けど攻撃力は高いな。こんなもんよ。撃ててないからね。うわ、強え。威力は強えけど邪魔見やがれ。操作性はひどいな。こんなもんよ。くれてやる。ガンガン進むぜ。今のでポイント増えたりしないよね。当ててないもんね。あ、でもそれでも60なんだ。とっとと飛ばさせてラージマウスかアサルとかに変えよう。魔法を使うんだったらこっちの方がいいんだけど、こっちはこっちであれなんだよね。HP めちゃくちゃ上がるんだよね。突っ走りすぎるなよ。あ、そっか。アビリティ増やす条件見ればいいのか。エネルギーは満タンにする。あ、そういうこと？お。あ、狭いね。金。あら、ジョニー。あ、じゃあ俺一回こっちに来てたの意味あったのか、ちゃんと。ここで回復できるしね。ちょっと昇級し。よし。おっと、撃ち出して。ボスが重い。オッケー、エナジーパー覚えたー。じゃあ、武器をラージマウスに切り替えて、ティファーのこれもミスリルクローにこだわる必要ねえな。で、マテリア数多いからトニックフィストにしようかな。マテリアも育てたいしね。ってことで、ここに1個つけられるから何かつけよう。どうしようかな。消滅とかあってもいいのか。デバリアとかついてるしな。時間もこっちも捨てがたいね。どうすっかな。敵の技とかよくわかんないしな。とりあえず消滅つけようかな。操作リーダークラウドに戻してた。よくやった。次行くぜ。あ、この辺規模かな、なかったっけ。
あ、絶対壊したか。いるね。ケイドチェイン。レベル上がってね。アップグレードできる。バスターソードはアップグレードしなくていいかな。これ絶対ポイント足りないでしょ。だよね。でも魔法攻撃力か。じゃあこっちだな。 V 破壊攻撃力で、ラージマス 6個って無理だな。じゃあいいや。おいた。行ってみるか。今だからこその夜メリットみたいなのがもしかしたらあるかもしれないし。ん？なんかある。ほら、あって夜メリット。なんだこれ。薬効の花？何かに使いそうだね。探索とかなんかあったかな。お、マテリアあるじゃん。チャクラか。あの時ちゃんと見れなかったからね。探索するなら今ってことで。ここ開けちゃってるか。歩き前にはしっかりカードされてるよ。さっきここで拾ったのか。じゃあこれは。なるほどね。上はこれからは上がれない。こっちも無理か。行くとこなんかね。行くとこないね。なさげかな。なさげですね。こっか。こんなもんか。上とかな、探せばなんかありそうだけどな。あ、でも3階に入る手段がないのか。なるほど。その陥没道路の方に一匹ってことか。うん、ちゃんと意味あるね。
ほいほい。で、陥没道路の方に一体いるっていうことだったね。モンスター出そうだな。まあ、いっか。旧バイパスまで行けるかな。一瞬。容赦はしない。バレット声大きい。なんかいるな。あいつ霊気に多いんじゃないっけ。変わらんか。何が来ようが一緒だ。まとめて来いや。見かけるや。やばい。悪くない。確かにあっちゅう間なんだけど、いたか？あ、でもこの先あれか、奥まった感じになってるのか。いるかもな。あ、聞こえる。いたー。戦闘になりそうじゃない？待って、消耗してる。ちょっとアイテムで回復しよう。
んなまでかな。てかよくここまで入ってこれたなこいつ。またわー、霊気かなんかに避けてよかったやつだこれ多分。あ、そうでもなかった。踊り中にヒールマスることで分身する。本体攻撃しても HP はほとんど減らないが分身倒すことで本体、あー、本体と分身とも HP がリンクしてるって感じか。ほんまや、勝って。あー、あれか、あれを狙いたいのか。分裂体、敵の技で使用できるアビリティを使います。セットしないんだわ。攻めるぞ。一瞬これはめんどくせえ。踊り始めたやつとか狙えばいいってことなのかな。入った。で、全員にバリア張ってもらって、やっぱり消えた。一人。一体消えた。魔法使ってくるからこれマバリアマートもいいな。危ね危ね。戻れ。戻んねえ。やっそ
戻れ。レネオブスト。うわ。よし、あと1体。さあさあさあ、分しろ。OK。 一丁上がりってな。よし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 。これでまた一個消化完了ですね。OK。これで全部か。サムのところで確認しよう。じゃあ参りましょう。報酬なんだろうな。お、来たな、チャンピオン。おかげさまで、みんな帰ってきたぜ。料金ただにして。これであちこちに物資を送れる。料金ただにして。恩に決め。料金をただにして。お、フリーパス。うちのフリーパスだ。これさえ持ってれば、いつでもただで。分かってんじゃねえか。乗れるからよ。チョコボはめでてよし、撫でてよし、乗ってよし。いいところしかねえ。チョコボバカだね。どうしようもない俺がウォールマーケットでやっていけてるのもチョコボのおかげさ。こればっかりは裏も表もねえ。素直な気持ちさ。あんたの声と一緒だな。おい、じゃあね、まあとりあえず今回はここまでにしておきましょう。またね、次回引き続き、クエストの消化続けていこうと思います。 おあんたらこれで営業が再開できるぜ。はい、次どこかな。いいか、ここではここでなんか汗してるっぽいしな。うん、結構広範囲で出てるみたいだから、まず片っ端ね、また次回も続けていこうと思います。では、ファイナルファンタジー7リメイク実況パート51、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれなー。